はい。最近はですね、USB-C で充電できるデバイスが増えてきました。iPhone はライトニングケーブルではあるんですけども、コネクターの先がですね、iPhone 12か USB-C になっていて、MacBook その他ですね、ノートパソコンも USB-C のコネクターに対応したものが増えていますで。普段使っている完全ワイヤレスのイヤホンも、もうこちらもですね、USB の機械になっています。iPhone 12はですね、無常にもですね、USB-C という比較的新しい端子を使いながらですね、充電器ついてこないので、 購入後知らない人はですね、とても大変な苦労をすることになるかなと思います。で、別に今までの USB-C じゃないライトニングケーブルでももちろん充電はできるんですけども、まあ、ついでにですね、MacBook や仕事用の Windows のノートパソコン、重たい AC アダプターをですね、一緒に何とかしようと思いまして、まあ、今回ですね、これらの機器をまとめて充電できる充電器をですね、Amazon で購入して、探して購入しましたので、こちらをですね、シェアしたいと思います。 選んだポイントとしては2つあります。まず1つ目に仕事用のノートパソコンや MacBook Pro も充電できる出力のあるもの。で、2つ目にですね、なるべくコンパクトなサイズで外に持っていった時もですね、かさばらずに使いやすいものですね。まあ、この2つをですね、両立する充電器ってあんまないですし、無理な設計のやつはですね、燃えたりしたら厄介なので、もちろん省いていきました。で、最終的に選んだのが、きいのこのモデルになってます。 大きさはですね、まさに手のひらサイズで、Apple 純正の充電器よりもかなり小さいサイズに仕上がっています。でもですね、ノートパソコンも充電できます。しかもですね、出力ポートは2つあるので、完璧ですよね。ノートパソコンを持ち歩くのは、普段正直仕方ないなと思っている部分もあるんですけども、問題はですね、AC アダプターなんですよね。ノートパソコンはどんどん洗練されてスマートになっていってるのになぜかですね、AC アダプターは各社ですね、結構イノベーション内輪をほったらかしっていうのが多かったりします。 まあ本当に AC アダプターってでかいし、重いし、スマートさに欠けますよね。電源コードはですね、規格が実際にあるんで、こればっかりはどうしようもないんですね。で、長年の、まあ、ここら辺がですね、長年の悩みではあったんですけども、ノートパソコンの充電問題もですね、USB-C の充電器に置き換えることによって、まあ、結構ですね、あっさりと解決しましたので、ぜひですね、こちら参考にしていただければなと思います。それではですね、また次回お会いしましょう。またね。